こんにちは。いやこの時期になるとちょっとね、うん、悲しいとか寂しい、ね、知らせが届いてきますけれども、我々の頃ってさ、やっぱ引退って本当にもう数試合の時に発表するのが常だったけど、はい、今はもう前もって発表して終わっていくっていうね、はい、まあそういうのが主流になってるんですね。その前もってが一番今シーズンまず早かったのが阪神の藤川球児投手でしたよね。あの引退会見やっぱ覚えてるけど爽やかだったな。みんなおっしゃいますよね、うん、そういやもう力のないものは去るもんですよみたいな、まあ、スパッと言ってるからね。なんか本人の中でやっぱりそういう感覚が、あ、もう無理だってなんかあるんですかね、その瞬間っていうのは。やっぱりね、自分のまっすぐはなあの投げれないっていうことだろうね。その球速じゃなくて、はい、やっぱりもうイメージっていうのはやっぱこうどんどん下がっていくんだけど、やっぱ絶好調時よりもね、はい、でもそのイメージと行ってるボール、また打たれ方、はい、これがやっぱりこうギャップが生まれてきてるんだろうね。もう今シーズン最初の方はね、1軍のマウンドで投げてましたもんね、うん、まあ、最初のうちは西浦にね、はい、逆転の、まあ、サヨナラ打たれたりだとか、はい、まあいろいろしたけど、うん、でも藤川との思い出ってさ、はい、ちょっと飲み屋で会ったことがあるってね、で話をしたことがあるんだけど、なんか本当にクリエイティブというかさ、うん、頭スマートというか、はい、口調もああいう感じだから仏頂面で何も喋らないのかなと思ったら、はい、いやいやもう本当に野球のことをしっかり考えてて、はい、で自分のまっすぐにこだわりがあってすごく爽やかな、言葉も流暢だしさ、はい、頭がいいっていう印象を受けたよね。そうなんですね、うん、まあ、それと藤川球児がオールスターを変えたかなと思うのは、はい、やっぱあのまっすぐを持ってオールスターに出てきて、うん、はい、いやまっすぐしか投げないよみたいな、まっすぐだよってマウンドで教えながら抑えていったというね、あれがすごいですよね、うん、だからやっぱショーマンシップというか、はい、そういうこうファンサービスもできるしね、うん、だから俺はすごくいい指導者になっていくというふうに思ってる、うん、豊さん、アテネは藤川球児投手がいなかった。あ、いなかったんです。その時は選ばれなかったんですか、うん、藤川選べなかったんじゃないか。あ、選べなかったんですね、向こうサイドので抑えはね、はい、当時その岩瀬だとか、はい、ああいうのがいたんだよ。あ、そうだったんですね。じゃあ一緒には、こう、うん、なんだ、阪神はね、安藤と藤本、はい、内野手が欲しかった。はい、だこの2人が来てくれたんだよね。そうだったんですね。じゃあその解説として藤川球児投手を見てたってことですよね。現役では何で、ね、やってないですね。もちろんやってたって言ったら怒るよな。お前、俺そんなに化石じゃねえぞみたいな言われるよ。そうですよね。いやだけどあの藤川球児がどういうことを、はい、まあ、例えば引退してね、うん、解説でどんなことを喋ってくれるのか、はい、すごい楽しみな男だよね。あ、そっちが楽しみ。そっちも楽しみ。で指導者として見るのも楽しみ。あ、両方楽しみだった。やっぱ男気あるもん。あ、じゃあ本当に後々阪神の例えば監督とか可能性はあるよね。選手ですか、うん、そう頭いいし。うん、でも豊さんの中でやっぱり藤川球児投手って言うと、あのやっぱりあれですか、燃えるじゃなくて、火の玉ストレート、ストレート、ああやっぱりあれですか、代名詞の。俺が引退して、うん、誰と対戦してみたい、どんな球を見てみたい、うん、やっぱ藤川球児の投げてるその火の玉ストレート、うん、やっぱ一回生で打席で見てみたいっていう投手だったよね。ああ、そうなんですね、うん、やっぱり、まあ、ちょっと偉そうに言わせてもらうとさ、はい、なんか打席で対戦してみたいっていう、うんうんうん、そういうピッチャーの一人だった ね、 ですね。だからファンとしても例えばね、ファンとしてだったら、あ、もう藤川球児投手出てきたからもう大丈夫だ、うん、相手チームからしたら、あ、もう藤川球児投手出てきたからもう無理だって、そういうふうな。村田が言ってたじゃん。あれはもう打てない、打席を譲るっていうことは打者として嫌だったけど、はい、藤川球児っていうコールがあった瞬間に、いや代打、代打でいいですよみたいな。もう僕いいですよって言ってましたもんね。やっぱそのぐらいやっぱり威厳があったピッチャーだよね、うん、そうですよね。で、あの JFK ってついたじゃないですか。 ああいうふうにこう分業制の最後の誰々とか JFK とか三本柱の最後とか、ああいう方程式を
まあ、なんか作った、まあ、確立した投手っていうか、うん、だからスーパーカートリオとかさ、はい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 、だから JFK とかさ、はい、JFK とかも、はい、まあもうずっとプロ野球の世界では残っていく語録になってるよね、うん、そうですよね、うん、さあ続いては、はい、まあ、ヤクルト、はい、ね、今古巣に戻ってきましたけども、うん、五十嵐亮太選手、五十嵐亮太ね、うん、話したことがあってね、はい、でメジャーに行く前に、うん、で力み倒して、うん、フォアボールばっかりな、フォアボールばっかりって言ったら変だけど、フォアボールも結構出したピッチャーなのね、はい、まあ、解説の時に行って五十嵐がいたから、もうあんなに力まなくても、うん、お前のスピードだったら抑えられるんじゃないかっていう風な話をした時に、はい、彼は、いや、速い球を投げたいんですと、うん、それで抑えたいんですっていう、やっぱすごくこだわってたよね、うん、速いボールに、うん、だから力んでんじゃなくて一生懸命なんですと、あ、もういう言い方をしてたけどさ、はい、うん、だからまあそれが力んでるように見えるかも分かりませんけども、確かに力んでるかも分かりませんと、うん、だけどやっぱ1キロでも上げていきたいんですと、うん、だから160キロにこだわった男だよね。あ、そうだったんですね、うん、それでメジャーから帰ってきてさ、まあ、ヤクルトに入団した。で芝公園だよ、はい、ちょうど俺が車で走ってる時に、はい、あれなんか見たことのあるやつが走ってんなと思ったら五十嵐だったんだよ、はい、テク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 もう走ってるんだよ、うん、で声かけようかなと思ったんだけど、はい、なんかひたむきに走ってる姿って、うん、なかなか「おう亮太」とか「五十嵐」とかかけれなくてさ、はい、ちょっと一頃見てたんだけど、うん、なんか黙々とやってた。それってこれシーズンオフ、あ、自分の中のトレーニング、そう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 、あ、こいつでもこういうねコツコツした努力をしてるんだ、積み重ねてるんだと思って、うん、胸が熱くなった思いました。そうなんですね、うん、いや、メジャーから帰ってきてさ、うん、俺はメジャーリーガーだみたいな、うん、言えば、はい、ね、まあ俺のまっすぐあれば抑えられるみたいな、うん、そういうことじゃない、そういうこう姿見てたら分かるじゃない、ひたむきに走ってる姿、はい、なんかそういう姿を見た時に、なんかこう自然と応援したくなった選手だよね、五十嵐亮太選手、うん、だからまあ寂しくなるけど ね、 そうですね、うん、私はイメージとしてあの頃まだ入団当初の頃って、あのシーズンオフにプロ野球選手の歌番組ってあったじゃないですか、五十嵐投手ってその時木村拓哉さんに似てる、うん、甘いマスク入ってきたとか、ドラゴンアッシュの古谷健二さんに似てるって、はいはい、確かドラゴンアッシュの、ね、歌を歌ってたのがすごく印象的で、 あヤクルトにこんなイケメンの選手が入ったんだっていうイメージがすごいありました。甘いマスク、ちょっとチャラく感じてたでしょ、だけどやっぱ大人に連れて、はい、なんかこうしっかりしたというか、あ、ね、足、自分の足元を見ながら走ってるというかさ、感じになったんですね、そういうことだったよね、はい、さあそして、はい、先日の石原義行捕手です、ね、はい、人懐っこくさ、はい、やっぱこう話をしてくれるんだよね、うん、でもいい投手を受けてきたよね今まで。そうですよね。でもね、いい投手を受けれる条件っていうのは自分を殺せるっていうことなんだよね、うん、相手から好かれるということ、はい、だから黒田が帰ってきても石原を指名したりだとか、はい、ジョンソン、沢村賞をかつて取ったピッチャーも今年一勝もできなかったけど、はい、石原とみたいね、歴代いろいろいい選手がいたけども、はい、石原と組んで成長した人はたくさんいる、うん、その中で、はい、ヘッドコーチの時に、はい、まあ、カープと対戦するじゃない、うん、で石原がマスクかぶってるじゃない、うん、で石川が一塁ランナーだったんだ、ね、はいはい、向こうのピッチャーがショートバウンド投げて前に落としたの、うんうん、そしたら石原が何を思ったか、うん、なんかこうやってカモフラージュするわけ、おー、走れないよ、ボールがどこに行ってるか分かんないわけ、はい、で石灰が結構太めに引かれてたんだよ、はいはいはい、でその石灰に白いボールが混ざっちゃって分かんなくなっちゃった、もう同色だからさ、どこに行ったかもうボールが探せないわけ、はい、だから石川に行け行けって言ってたんだけどさ、はい、石川もここにあるのが分かるからボールが、はい、行くにも行けないわけよ、こうやって、いや見えてないから行けって言って石原が一生懸命こうやって撮ってる格好するわけ、フェイクするわけ、やっと見つけたんだけどさまあそれは忘れんな、結局行けなかったですかね、結局行けない、いや、だからもう石原選手は止めたわけだよ、いやだから必死なわけよすごい、
だからまあそういう思い、だから何に対してもこの選手は一生懸命だったね、うん、そうですよね。で特に今シーズンはちょっと怪我でね、うん、途中から離脱してしまってっていう、あと若手のやっぱり中堅とか若手の捕手が出てきたっていうのも大きいのかなとか、うん、まあ大きいよね、うん、それはもちろん相澤がレギュラーになり、はい、まあ坂倉が2番手になり、はい、ね、だからいろんなキャッチャーいっぱいいる中で、うん、まあ石原っていうのはカープにとって、はい、名前を残したキャッチャーの一人だというふうには思うけどね。そうですよね、うん、この石原もね、いい指導者になる。あ、じゃあカープにまた戻ってきて、これ人がいいもん。あ、そうなんですね。本当にやっぱりいいコーチっていうのは、うん、人がいいのと人柄とやっぱりちゃんと喋れるということね、うん、まあ、この2つは持ってる選手だよ、石原選手、うん、だから自分が辞めて、まあ、若手を育てる、うんうん、これは楽しみだね。石原がどういう選手を育ててくるか、第2の人生でってことですよね。まあ、その他にもね、渡辺直人選手も今年で引退を表明しましたし、うん、直人いくつまでやったの？ 40 歳、はい、だから松坂、あいつずうずうしくやったね、あいつ松坂投手とだから同じですよ、まさに DeNA で一緒だったんだよ。そうですよ ね、 ね、来てまた楽天戻ったけどさ、はい、まあ守備が下手でねいやいや、これはね、守備が下手になったのよ。なんでですか？守備が怖くなった、多分その一発的なもの。そうそうそう、でもその中で、はい、やっぱ一生懸命やり、40歳までよくやったと思って、うんうんうん、やっぱその恐怖っていうのが出てくるんだよ。やっぱフライを1個落とすとか、はい、何でもない球エラーするとかなってくると、うん、なんかもう守るのが恐怖になってくるわけよ、うん、その恐怖が分かるんだよ、俺、直人の気持ちが。あ、一緒の内野手だから、はい、で直人は苦しんでんなと思いながら、うん、でも40歳までね、そういう恐怖に勝ちながら、はい、よくやったと思うよね。そうですね、うん、まあね、今日はその今現時点で今年で引退を表明している4選手をピックアップしましたけれども、ね、もしかするとこの後、いやまた、ね、これはね、残念な話かもわかんないけど、はい、コロナの影響で相当切られる可能性があるよね、はい、古い順から。そうですよね、給料の高い順からとかね、はい、だからまあそういった選手がまあ、できれば長くやってほしいんだけど、うん、ね、はい、またね、うんうん、出た時には紹介したいと思うね。そうですね、はい、はい、今回は、現時点で今シーズン引退を表明している4選手ピックアップしました。はい。